もう4対3クロスゲームです。初球がストライク。真田広樹、初登板の後肘の張りを訴えていましたが、関西遠征、この関西遠征から再合流しています。2球目バッターボックスは新外国人のホワイトであります。間の大英戦、福岡ドームでのプロ初登板、たくさんのお客さんを自分の力にできたと、この真田は話して、おっと危ない、そして姫路工業、地元出身です。ボールカウントがワントゥー、プロ初登板、大英戦では大道を見逃しの三振、バークハートをショートゴロ、そして荒金を空振りの三振、ショート横っ飛び、曽川貴富が取りました。元木が岐阜のオープン戦、金曜日のゲームの試合前にウォームアップの時に、ずいぶん野手は少なくなっちゃったなという話をしていました。ここから今横っ飛びダイビングキャッチ見せました、この曽川、そしてあるいは鈴木と、若手にとっては絞り込みが続きます。バッターボックスは浜中の2球目ですかね、143キロという表示がありました。フルカウントです。引っ張って、さあ外はどうだ、ワンバウンド、清原がすくい上げました、アウトです。ルーキーの真田、そして曽川がいい動きを見せます。今マウンドでね、プロの守備はすごいなと思ってると思いますよ。あそこがアウトにできるんだと、三遊間に動いてという、まあ、これから巨人を背負って立とうという真田。